ヤマトは、日本の男性プロレスラー。本名、小野寺正人。血液型 B 型、ドラゴンゲート所属。小学校から高校まで野球に打ち込む。和術研修会を経て、ドラゴンゲートに入門。小野寺大和のリングネームで2006年7月29日、京都 KBS ホールにて、対、神田博之でデビュー。デビュー直後に、フィナール M2K に、見習いとして加入し、 オープンザトライアングルゲートのリーグ戦に出場する。2007年には、ネックスマイナス1トーナメントで優勝を果たし、試合後にはアメリカへ修行に行くと宣言した。その後5月7日のサイト神戸大会にて日本に帰国。同時にリングネームもヤマトに変更。高木慎吾率いるニューハザードに所属する。しかし6月に左肩を脱臼し長期欠場。同年9月14日の後楽園大会で、 BB ハルクと共に10月12日の後楽園大会での復帰を宣言。それに合わせて9月からハルクとの海外遠征で一足早く復帰した。2008年から斉藤良、シーマ、さらには同門のハルクに対しても必要に敵意を燃やすようになる。2月3日にオープンザドリームゲート選手権試合に敗北したガンマと謎の握手をする。3月7日、ニューハザード対。 マッスルアウトローズの大江戸式、カウントダウンイリミネーションマッチ後にドラゴンゲート復帰を表明した谷崎直樹に対して、真っ先にことを唱え、3月20日にシングルマッチで対決するが敗北。しかしその後に和解、共闘していくことになる。4月13日、仲間割れしていたハルクとシングルマッチで激突し、試合は神田博之の乱入があったものの勝利。試合後、ハルクと和解し、 握手をした。しかし4月17日、共闘していた谷崎とのタックで、ガンマ堀口元気と対戦するが、谷崎を裏切り、マッスルアウトローズに加入、ハルクの髪を切り、サイバーコングのマスクを剥ぐ暴挙に出た。そして5月14日に高木、サイバーも合流し、リアルハザードでの活動を開始、同日、自身初のタイトルとなる、オープンザトライアングルゲート王座を獲得。 6月6日、オープンザトライアングルゲートオーザ選手権試合にて、もちづきドン・フジマグニチュード、岸和田組と対戦、もちきから勝利を奪い初防衛。そのもちきとは6月12日の後楽園大会で、今度はシングルマッチを行うが敗退。6月28日、戸沢塾の荒井健一郎、岩佐拓、忍組に敗れ、 トライアングルゲート防衛に失敗するが、7月12日には、ガンマ、カンダをパートナーに再び、トライアングルゲートを獲得し、7月27日には、4ウェイマッチでの防衛に成功した。8月には、サマーアドベンチャータグリーグでサイバーをパートナーに、出場し、アライ岩作組に敗北した以外は全勝しリーグ選手位で、決勝トーナメントに勝ち上がったものの、準決勝で、 ドラゴンキッド高木組に敗れた。また、この頃から藤井との確執が始まる。9月20日、ドン・フジーとノーピープルマッチで激突するが敗北。10月5日、サイバー・コングをパートナーに、同意刺激、吉野正人の持つオープンザツインゲート、統一タック王座に挑戦し、勝利を収めて、第5代王者となった。2009年1月18日、リアルハザードからガンマを追放し、 新たなリーダーとなった。1月23日には、かつての同僚、高木とのオーロープマッチで勝利。6月、新日本プロレス主催のベストオブザ・スーパージュニアへ参戦。重心サンダー・ライガー、金本・浩二に勝利したが、リーグ戦2勝4敗で予選で敗退。新日本参戦前から、ガンマ、ダークサイド・ハルク、藤井、高木と立て続きにシングルマッチで敗れた上に、 リアルハザードの他のメンバーと誤爆を繰り返すなど不和が続き高木戦後の思い残すことはもうないなどの発言やスーパージュニア終了後も欠場を繰り返していたことから週刊誌などで対談がささやかれていたが6月26日の関西テレビなんでもアリーナ大会に登場しリアルハザードだったりと高木との共闘イコール神風加入を表明7月19日に その高木と組んで、オープンザツインゲート統一タック王座に挑戦するも、敗れた。サマーアドベンチャータグリーグには、高木と組んで出場し、優勝を果たし、全王者組にリベンジし、斉藤をギャラリアで仕留め、第8代王者組になった。2010年3月、両国国技館でのドイトの試合で必殺技の、マスキュラーボムを喰らいながらも耐えしのぎ、最後は、ギャラリアで勝利。 8度防衛していた土井から大和自身初のシングル王座となるオープンザ・ドリームゲート王座を奪取し第11代王者となった。また、デビュー後3年8ヶ月でのドリームゲート王座大会はスピード記録であった。その後、横須賀、高木、持月の挑戦を退けるも7月11日、神戸大会で吉野に敗北した。二千十一年一月十八日、ダグーサ、 ニューヨークマンハッタン大会で、ビービーハルクを破り、オープンザ・フリーダム・ゲート王者になる。10月16日大阪大会の金網サバイバル6、ウェイマッチにて、エスケープ失敗。マスカラ・コントラ・カベジェラ戦だったため、自慢の挑発を、丸坊主にされた。2012年に、高木、富永千博、三代目超新流と共にユニット、赤月赤月を結成。7月には、 高木とのタックでツインゲート王座を獲得した。その後、土井基地から防衛を果たすも、持ちずき、藤井組に敗れて王座を明け渡した。2013年5月の愛知大会で高木とのタックでツインゲートを獲得したが、6月のタイトルマッチで高木を裏切り、マット・ブランキー入り。8月1日にはユニット解散マッチで暁を解散に追い込み、 さらにマット・ブランキーからトザーを追放した。8月23日には因縁の高木に勝利し2度目のドリームゲート王座大冠を果たした。9月には斉藤・ジミー・リョウの挑戦を退け、10月6日にはトライアングルゲート王座も獲得し2冠を達成するも、10月10日に吉野に敗れてドリームゲート王座陥落。12月にはミレニアルズに敗れて、 トライアングルゲート王座を手放したが、直後にツインゲート王座を獲得するなどベルトに絡む、活躍を続ける。2014年5月5日、愛知大会でリコシェに勝利し、3回目のドリームゲート王座大会を果たした。直後のキングオブゲート2014では1回戦で、堀口元気、HAG、名に敗れたが、ドリームゲート防衛戦の対戦相手に指名して、勝利。 雪辱を果たした。さらにキング・オブ・ゲート覇者のジミー・ススムにも勝利して、王座防衛したが、7月20日の神戸ワールド大会で、ビービー・ハルクにフェニックス・スプラッシュで敗北、王座を失った。12月28日、サイバー、コングと組んだ、ヤマコンとして、ティー・ホークエータから、ツイン・ゲート王座を獲得した。2015年3月に、吉野正人シャチホコボーイ組に敗れ、 防衛回数例で、王座陥落したが、6月にドイと組んだ、ドイヤまで、吉野シャチから、ツインゲート王座を奪還した。8月、ジミーズと自身の所属するマット・ブランキーの、解散マッチでジミーズを追い詰めるが、ケーネスに裏切られ、最後は、進むのジャンボの勝ち。で敗北、マット・ブランキーは解散した。しかし、モンスター・エクスプレスを脱退した、高木慎吾、元ミレニアルズのエータ。 ことかと決託、9月に新ユニットバーサークが指導し、後にジミーズを脱退した谷崎直樹も加入した。ユニット再編を経ながらもツインゲート王座の防衛ロードは続き、2016年3月に T ホークビッグ R 清水に奪われるまで9回、防衛、ツインゲート王座の最多防衛記録を更新した。高木慎吾がジミーズ・スムのドリームゲート戦に敗北。 その時、高木慎吾は進むに投げつけた塩が誤爆し自分に当たったから負けたと言ったため、高木と大和の間に亀裂が走る。そしてこの揉め事で高木派と大和派、土井刺激、谷崎直樹に分かれる。2016年5月5日のカ網マッチに出場。試合終盤に土井と谷崎に裏切られ、孤立する、木次、洋介さんたまりや、さらに当時欠場中だった。 ハルクのアシストを受け、エスケープに成功。自慢の挑発を守った。だが結局、紙切りの儀式の後土井からバーサーック追放を宣告される。5月28日、札幌大会でハルクらと新ユニットトライブバンガードを結成。6月12日、博多スターレン大会でビッグ・アール・清水を破り、キング・オブ・ゲート初優勝。7月24日、 新年の高木とドリームゲート戦を行う。そして30分を超えた死闘を繰り広げ、最後はギャラリアで勝利。実に4度目となる、ドリームゲート王座大会に成功した。9月、大田区体育館大会にて、戸沢明を退け、初防衛に成功。11月10日、高楽園大会試合終了後、土井刺激から、ドリームゲート挑戦表明を受ける。11月20日、佐賀、 もろどみ大会にて、ドイの挑戦を、重諾、12月25日、福岡国際センターでの防衛戦が決定。12月25日、福岡国際センター大会でドイを破り、二度目の防衛に成功。2017年1月18日、後楽園大会で年明けから制裁を書いていた。春クに奮起を促すべく、ドリームゲートの挑戦者に逆指名。 ハルクもこれに応じ次回、後楽園大会での防衛戦が決定。2月2日、後楽園大会で30分超えの激闘の末、ハルクを破り3度目の防衛に成功。直後に、サイバーが乱入、王座挑戦を表明。3月5日、大阪大会でサイバーを破り、ドリームゲート王座4度目の防衛に成功。4月11日、名古屋大会で5月5日。 愛知県体育館大会で、高木、土井、ハルクサイバーを相手にドリームゲート王座をかけ、金網戦を行うことが決定。5月5日、愛知県体育館大会で、金網戦に参戦。サイバーと、残り2人の状況から金網に取り付けられたベルトを、獲得、ドリームゲート王座5度目の防衛に成功。同時に、負け残ったサイバーのマスクを剥ぐこととなった。6月17日、 この年のキング・オブ・ゲートを制覇した T ・ホークの王座挑戦を受諾。7月23日、神戸ワールド記念ホールでの防衛戦が決定。7月23日、神戸ワールド記念ホールで T ・ホークを比喩、ラグナロクで破り、6度目の王座防衛に成功。8月8日、後楽園大会でビッグ・アール・シミズとモ月修キ・シュゲアキからそれぞれドリームゲート挑戦表明を受ける。これにより、 次回高楽園大会でのドリームゲート次期挑戦者決定戦が行われることに、9月5日、清水との挑戦者決定戦を制した、もちきの挑戦が決定。9月18日、大田区総合体育館大会での防衛戦が決定した。9月18日、大田区総合体育館大会で、もちきに敗れ、1年以上保持してきた、ドリームゲート王座を手放す。 11月3日、大阪府立体育会館大会で、ハルク・クジーとのトリオで、トライアングルゲート王座を獲得。12月11日、京都大会でマキシメムの、トライアングルゲート挑戦表明を受諾し、12月23日に、福岡国際センター大会での防衛戦が決定。12月23日、福岡国際センター大会で、マキシマムに敗れ、トライアングルゲート王座から陥落。 2018年3月3日、大阪大会で、マリア・フラミータのトリオで、マキシマムの持つトライアングルゲート王座に挑戦。5月6日、愛知県体育館大会で4年連続となる、金網戦に出場。6月9日、キングオブゲート2018決勝戦で、吉野と対決し、敗れる。6月16日、京都大会でハルクとのタッグで、清水。 連携の持つツインゲート王座への挑戦を表明。7月22日、神戸ワールド記念ホールでの王座挑戦が決定。7月22日、神戸ワールド記念ホール大会でハルクとのタッグでビッグベンの保持するツインゲート王座に挑戦。王座ダッシュに成功する持ち技が豊富。バックボーンが総合格闘技のためか、ドラゴンゲートでは珍しいグラウンド技が主である。 フィニッシュホールドギャラリアリバースのブレーンバスターの体勢から持ち上げての開脚式、ツームストーンパイルドライバー、高道のくの道のくドライバーベータと同型であり、ヤマトの代表的なフィニッシュ技、走ってきた相手をカウンター式で持ち上げて旋回式で放つバージョン、ファイヤーマンズキャリーの体勢から決めるギャラリア3種類、使用する。 ラグナロクリバースのシュァインの体制で自分のサイドに相手持ち上げそのまま頭頂部から落とす技。変形のギャラリアではない。技名は北欧神話の終末の日より、暁に所属していた頃に対シーマ用の技として開発されたが、当時の筋力では重量のあるレスラーを持ち上げるのが難しかったため、半ば封印状態であった。神戸プロレスフェスティバル2017のタイティー。 フォーク戦にて、ギャラリアを返された際に、奥の手として披露。CBV うつ伏せの相手を、サイドから片始めの体勢で、片腕を巻き込んで締め上げるフェースロック。高道のくのジャストフェースロックのように、相手の体を強引にのけぞらせつつ決める。技名は、機動戦士ガンダム回91に登場する、敵組織の名前から、スリーパーホールド総合格闘技のスキルが反映された、技。 大一番で奥の手として使用され、シーマや、モ月もこの技で締め落として勝利したことがある。また、この技で意識が遠のいた相手を、スープレックスで後ろへ叩きつける、逆落としも繰り出す。無者返しスピアーの勢い、そのまま抑え込んで、ホールを狙う。井上渡るのスピアー・オブ・ジャスティスと同型である。全知全能のフランケンシュタイナー・裏カンラナのように、丸め込む。マット・ブランキー加入後は、 全知全能のフランケンシュタイナーとして使うようになった。どんな劣勢からでも一発でひっくり返すフィニッシュホールドである。大体はギャラリアを放ってから決める技。マット・ブランキーの時はセコンドがボックスを放ってから使用していた。その他得意、技エルボー左右連続で畳みかけるパターンを多く使用する。逆水平チョップドロップキック52ホスピタル、アイエンズ随斬り、52ホスピタル2。 串刺し式ドロップキック。コーナーに据えた相手の名前を叫びながら走り込み、ライダーキックの体勢で、相手の顔面を打ち抜く。相手の正面から打ち抜くタイプと、相手の側面から打ち抜くタイプとがある。試合の流れを一撃で変える威力と説得力を持つ。決めた後は客席に向かって髪をかき上げ、ポーズを決める。ドラゴンスクリュー高頻度で使用、ロープ越し、あるいは、 ダウン状態の相手にも繰り出す。受け身が取れない相手を痛めつけ、ヒールの非常さを見せつける技である。ダイビングフットスタンプスワンダイブ式で、相手の腹部を踏みつける。片足で観光するのが特徴。垂直落下式、ブレインバスター終盤に繰り出す大技。タイトルマッチでは、なだれ式も繰り出す。デスバレーボムタイガードライバークロス式、STF ジャーマンスープレックス左後相手を斜めに、 おんぶするように担ぎ、そのまま旋回して放つ変形フェイスバスター。技名の由来は明らかになっていないが、アメリカのニューメキシコ州に、ヒダルゴという軍が存在しているため、アメリカ遠征の経験があるヤマトが、ここから名付けたと思われる。最近は全く使用しない、ノータッチとペコンヒーローハルクとのタックで使用することがある。使用するときは、ハルクと同時に飛ぶことが多い。 ドラゴンゲートドラゴンゲート USA プロレス大賞 ABC2014 プロレスラーカラー写真名館 P12 週刊プロレスナンバー17142013年12月5日増刊ベースボールマガジン社 AB ドラゴンゲートデータベースオープンザトライアングルゲート2014.58閲覧 ABC 週刊プロレスエクストラボリューム9 ドラゴンゲート大百科2013年11月5日、ベースボールマガジン社 ABC ドラゴンゲートデータベース、オープンザツインゲート2016.425閲覧後に、弁慶が更新。ABC ドラゴンゲートデータベース、オープンザドリームゲート2014.58閲覧、ヤマト選手の料理レギュラー番組がスタート。スポーラ、2019年1月20日閲覧。 テレビ静岡さんにて、年明けより週一のレギュラー番組がスタート。ツイッター、2019年1月20日閲覧、新番組、ジョモキッチン始まります。小倉あやのワンデー、テレビ静岡、2019年1月20日閲覧、ありがとうございます。